新暴走王、ノーマーシー、マイバッハ谷口。田尻との因縁に決着はつくのか。ノーマーシー VS レスリングニュークラシックスペシャルシングルマッチ、マイバッハ谷口対田尻。会場が赤と緑のライトに包まれました。ノアのマットに世界の田尻が初登場です。その右手にはなんと椅子を持っています。今日の相手はノアの新暴走王、マイバッハ谷口。そのマイバッハの暴走を止めるべく右手には椅子を持ってきましたが、一旦これは花道を引き返しまして、どういった行動を見せるんでしょうか。会場のファンも何が起こったんだという、そんなざわめきが起こっています。そして今度はこん棒を持っての登場です。ファンに殴りかかっていこうとする、そんな何か威圧感を放っての登場です。今日の試合前も常に自然体を意識したい、その田尻が今トップロープに駆け上がりまして、ドッキリを初めから見せて、今緑のマットに上がりました。田尻がマイバッハ相手にどんな戦いを見せるんでしょうか。そしてこの異様な空気に包まれる中、さらに異様なこのミュージックがかかりました。右手にはいつものように椅子、マイバッハ谷口です。今田尻は背中、足のあたりにバット、ミュージックステンを巻いたバットを隠しています。さあマイバッハどうだ、あーっといきなりいった、いきなりいった、ゴングが鳴る前にいきなり首を絞めていきました。波乱の展開となっています。田尻がまずは仕掛けていきました。まだゴングは鳴っていません。暴走王の谷口よりもマイバッハよりもさらに暴走していったのは田尻です。そして場外に落としました。さあこの試合から放送席には西さんに加えて小林健太さんにお越しいただいています。いきなり波乱の幕開けとなりましたね。そうですね、レフリー大丈夫ですかね。強烈な蹴りが入りまして、はい、今は両者凶器は持っていないんですが、あっとどうやらこの緑のマットの下からステップを、このマットに上がるステップを持ち出してリング上に置きました。ヤニスさん、これは分からない展開となってきましたね、はい、いやちょっと生半可な試合じゃないですね、これは。元 WWE 選手でもあります、世界で活躍してきた田尻がまずストンピングを落として、青コーナーには硬い鉄の階段がセットされています。さあそしてガーッと背中に直撃しました。そして不敵な笑みを浮かべました田尻。そして再び持っていってどうするんだ、落とした、知らん顔というこの表情。マイバッハよりも手がつけられない無法地帯と化しています。獰猛な田尻、ノアのファンからも悲鳴が聞こえています。この初めて緑のマットに上がったこの暴走を田尻は
今ゴングが鳴らされまして、どのように試合が決着がつくんでしょうか。小林さん、このような試合は両者どのようなことを考えて試合をすればよろしいんですか。そうですね、まあ、どういう何でもありなんですか。いやルールそういうわけではないんですが、はい、もういきなり両者椅子を持ってきたり、まあ、バットを持ってきたり、はい、そしてあの階段を持ってきたりと、ね、ロンダード式でエルボーを加えていきます。そしてラリアット、だんだんと少し両者プロレスの技を出し始めたでしょうか。いやー、わからない展開となりました。緑のマットに初参戦のこの田尻なんですが、 6.30 後楽園大会マイバッハから反則攻撃を受け続けていた丸藤を救出したことから、この田尻がこの緑のマットに上がるきっかけとなりました。救出に向かった田尻に対して一騎打ちを要求したのが今この右足をぐりぐりと押し付けているマイバッハ。急遽この試合が決まったというこの田尻対マイバッハです。はじめはこの暴走王の名を取られてしまうかのような攻め、意表をついた反則技見せていった田尻ですが、だんだんと西さん、何かマイバッハも流れをつかみつつありますでしょうかね。そうですね、もともとね、2人とも技をね、はい、持ってますしね、グラウンドもうまいですしね、はい、まあ、これからやはりプロレスらしいプロレスになるんじゃないですかね。首元を掴んでマイバッハ、そして落としていきますが、切り返したのはアジリです。ラリアットはマイバッハ、やはりパワー体格ではマイバッハに分があります。そしてその丸藤を救出したときは田尻がマイバッハに対してグリーンミストドッキリを噴射しまして、この試合でもどっかそのグリーンミストを噴射する場面があるかもしれません。マイバッハボムを狙っていこうとするところ、これは田尻が後ろにのけぞったところ、レフェリーが今倒れているところ、危ない。マイバッハのこのバットをかわしました。この武器は田尻が持ち込んだものです。そして掴んだのは田尻、お腹のあたりをついていきます。そして左脇腹のあたり、有刺鉄線が刺さりました。崩れ落ちたのはマイバッハです。今日試合前、田尻はマイバッハは暴走王ではなく、自分からしてみれば非常に可愛い存在、いつも通り自然体でいきますよ、そう話した田尻。無情に攻めていきます。そしてマスクを剥がそうとしています。マイバッハのマイバッハ谷口のこのマスクを、あっと引きちぎった、引きちぎった、引きちぎりました。これは小林さん、マイバッハ谷口としては勝負隊は分かっていても、やはりマスクに手をかけるということね、はい、マスクマンとしては、怒りがね、デイブでしょうね。やはりマスクマンとしてはこういうことをされるというのは信じられないことと言いますか。あーっと、そしてパジリではなくマイバッハが吐きました。しかもレッドのミスト、赤いドッキリを吐いてきました。いや、西さん、これどこで、いやー、分かりませんでしたが、全く気づきませんでした ね。そしてそのマイバッハが椅子を掴んで場外にいる田尻にレフェリーを跳ねのけまして、いや、しかしこれはマスクを剥がされたマイバッハももう怒り心頭に、そして打ちつけました。田尻としても自分のミスト攻撃、ドッキリをやられては怒り心頭、両者収まりません。ストンピングでマイバッハ喉元を押さえていきまして、これはもう両手で締め付けていっています。平柳も今
そのマイバッファーをなんとか落ち着かせようとするところ。よそして平柳もノーマーシーの2人が田尻を捕まえました。これはもう完全に無法地帯と化しています。唖然の表情、両国国技館に集まったファンの皆さん、青コーナーに振って口差しでラリアット、そして平柳もあーっとここでグリーンミスト、そして颯爽と去っていきます田尻。平柳がグリーンミスト攻撃にはまりました。この表情です。いやー小林さん、田尻は、ま、今年、はい、レスリングニュークラシックという新たな団体設立しまして、はい、ま、丸藤と組んだりしまして、はい、これからまた少し緑のマットに上がってくる、そんな気配も感じられませんか。そうですね、まあマイバッハもこのままで終わりないでしょうね。そうでしょうね、はい、何かマイバッハそして平柳に因縁をつけて颯爽と去っていきました田尻です。マイバッハもそうですけど、平柳がね、そうですね、はい、もう怒りが来てると思いますよ、そして西さん、このマイバッハのマスク、はい、破れているんですよね。そうですね、あのマスクに手を挙げたのは初めてですよね、おそらくね、はい、そうですね、まあ、こういう状況初めてなので、まあ